こんにちは、ピンチです。このままだと悪の大魔王チャンネルバーンに負けてしまう。ちびっこ人気狙ってる僕も YouTube の規制の波にはかなわないのか。はあ、この力はまるで柔らかい脱ぎたてパンツかのようなぬくもり。パンティー、カウ、飛び棒、呼び込み、安全、みんなの力が僕のもとに。次回最終回、キリトモよ永遠にキリです。はい、ということで今回は猟奇的なイラストで満ちている東方プロジェクトの二次創作、おぞましい怪物だらけの MMD、 検索してはいけない謎の少年、身の毛がよだつ恐怖のポケモンなど、ニコニコ動画で見れる怖すぎる動画を5つほどご紹介していきたいと思います。でいく。トラウマ必至の MMD、 優しい世界。優しい世界は2016年に投稿されたキャラクターの 3D モデルを操作してアニメーションを作成するソフトウェア、ミクミクダンスこと MMD を使用して制作された5分程度の動画です。この動画は悲しげな BGM が流れる中、主人公の少女カナが自身の友人に、ねえカナちゃん知ってる？優しい世界の話、神様にお願いするとね、優しい世界に連れてってくれるんだってと話しかけられる場面から始まります。そして画面内で唐突な場面転換が行われ、その時カナは人の気配がない謎の学校に転送されてしまいます。それからカナが恐る恐る顔を上げて辺りを見回していると、これまた唐突に自身の後ろに友人が現れて、優しい世界に行けた？と話しかけてきました。ですがその友人はギチギチと嫌な音を立てながら全身を揺すっており、やがて私は行けたよ、優しい世界に、と言って自身の体を身の毛がよだつ怪物のように変貌させたのです。そのためカナは短い悲鳴を上げて逃げるものの、その先でカナは何者かの頭を頬張っている巨大な怪物、首が異様にねじれた全裸の男性の怪物などを目の当たりにすることになります。さらに後者の男性の怪物は自身の体の中央に縦に裂けた巨大な器官を持っており、それを使い見るもおぞましい怪物を生み落とすという吐き気を催す行動を取り続けました。このように優しい世界はトラウマになりかねない心臓に悪い描写が続くことから、現在も検索してはいけない言葉の一つとして登録されています。なおこの動画のサムネイルには一部の界隈で有名な弁護士唐沢隆弘さんをモデルに制作された 3D モデルが映っているのですが、その 3D モデルの目と口は見る人に恐怖を与える異様な形をしています。そのためこの動画にはサムネイルのインパクトが強すぎて初見の人に視聴を回避される可能性があるということを意味するサムネバイバイというタグが付けられています。検索してはいけない動画、2015年に文字化けしていて読むことができないタイトルと黒くて不気味な謎の少年のサムネイルで構成されている謎の動画が投稿されました。そしてこの動画を再生してみると、サムネイルに映っていた謎の少年が唐突に出現し、低い声で僕が踊ってる最中に出てくるひらがな10文字を並べ替えて文章を作ってねと視聴者にお題を出します。そして少年はやけにシュールな BGM に合わせてひらがなを順番に画面に映しながら踊り出し、 BGM が止まると視聴者の答えを聞くことはなく、じゃあさよならと言い残して消えていき、動画は終了してしまいます。このように終始不気味な動画であるように感じるのですが、どうやらこの少年は検索してはいけない言葉の一つに登録されているパソコンスマホ対応のフリーゲームファンシーアイランドに登場する勇敢の少年というキャラクターで、この動画はファンシーアイランド内で用意されているミニゲームを切り抜いたものなのだそうです。なおこの動画にはサムネバイバイの他にも勇敢の少年を好んでいるホラー好きのネットユーザーたちによって謎の中毒性癒しというタグが付けられています。動物好きは閲覧注意、ドナルドとゲームをしよう。ドナルドとゲームをしようは2017年にニコニコ動画に投稿された現代社会を舞台にした実写動画です。
この動画には自宅でフラッピーバードというスマホアクションゲームをプレイしている少年のもとにマクドナルドのマスコットキャラクタードナルド・マクドナルドの仮装をした謎の男性が突如として出現し、その男性が少年からスマホを借りてゲームをする様子が映し出されています。ですがこの男性はゲームが非常に下手である上に性格が悪く、ゲームでミスをするたびに少年に暴言を吐き散らす、壁に続きをする、姿勢を上げて暴れ回るなどの凶行に及びました。さらにゲームをクリアするためのコツを教えようとした少年に対して黙れと罵り、少年のスマホを叩き割る異常行動にも出ています。またこの行動に腹を立てた少年の母親がドナルドの前でおもむろにモスライスバーガー焼肉を食べ始めたところ、ドナルドはパン以外興味なかったとのこと。加えて少年が鳥かごの中で飼育している小鳥に接近し、姿勢を上げながら鳥かごを破壊すると、おもむろに小鳥をつかみ取り、その鳥を噛みちぎってあの世送りにするという絶叫不可避な行動にも及んでいます。なおこうした映像は全て作り物で、実際に鳥が犠牲になった可能性は低いと言われているのですが、それでもなお映像の破壊力は抜群なため、当時はこの動画の視聴者からの悲鳴が飛び交っていたといいます。おぞましいポケモンの世界、マウスで初代ポケモン151匹描いた。マウスで初代ポケモン151匹描いたは、2010年に投稿された投稿者が描いた初代ポケモンことポケットモンスター赤緑に登場する151匹のポケモンのイラストを次々と映し出すというシンプルな動画です。ですがどのポケモンも非常に濃い線が使われている上にリアル調で描かれており、おなじみの不思議だね、キャタピー、ビードル、ピカチュウ、ピクシーなどが不穏なオーラに満ちた姿になっています。さらにウツボット、ゴルバット、ドククラゲなどもモンスター感の強いデザインで描き直されているため、ポケモンに愛しさと可愛らしさを求めているネットユーザーが見てしまうとショックを受けるかもしれません。また152番目の幻のポケモン結番に関しては、胸の谷間を彷彿とさせるイラストだったので、フェミニストである僕のツノティンコが抗議しようと立ち上がったところ、よく見るとしんちゃんのケツで、それも良かったとか。ですがこれらのイラストの中には、カメックス、リザードン、キューコンなどのオリジナルのポケモンにはないかっこよさが前面に押し出されているものも含まれているため、自身の好みのポケモンがどのように書き直されているのかを確認するために動画に足を運んでみてもいいかもしれません。グロサとエグサのオンパレード、コメイジ小石のドキドキ大冒険。コメイジ小石のドキドキ大冒険は、2009年にニコニコ動画に投稿された弾幕シューティングゲーム東方プロジェクトの二次創作漫画です。この漫画の物語は、高い戦闘力と狂気を秘めた主人公の少女コメイジ小石が朝を迎えるとともに実質で目を覚ます場面から始まります。そして小石は壁にかけてあるカレンダーに目を向けて日付を確認すると、今日は海に行こうと決断し、リビングで自身の姉の米市悟りが作ってくれた朝食を平らげました。そして悟りに対し、今日は海に行って大きな魚を取ってくる、私がその魚を使って夕食を振る舞うなどと狂気に満ちた表情で語り、出かける準備をするために軽快な足取りで自室に向かいます。ですがそこで小石は自身の愛用の帽子に紛れ込んでいた雲を潰す、外にいたバッタの足を全て引きちぎるなどの強烈な行動を平然ととっています。また後に小石は釣竿を借りるために吸血鬼が住む恐怖の館コーマ館に向かうのですが、同時に邪魔だからという理由でその館の女性の門番を自身の鋭い爪でえぐり、戦闘不能に陥らせる過激な行動にも出てしまいました。その後小石がひょうひょうとした態度でコーマ館内に侵入すると、ここで門番を傷つけたことを知り、怒りを覚えたコーマ館の住民の吸血鬼フランドール・スカーレットことフランの襲撃を受けてしまいます。そしてそんな攻撃を受けた小石は、ああ私あなたを殺したーいと言うと、フランに接近して鋭い爪で顔を切り裂き、武器である鋭い触手を振るって胴体に穴を開けるというバトルシティ編の闇マリクの顔芸くらい容赦のない攻撃を行います。さらに自身の爪を急激に伸ばしてフランの両腕を貫いた後、再度触手を使いフランの両手首を切り落とすという強行にも及びました。なおその後もコメイジ小石のドキドキ大冒険のストーリーは続くのですが、続編のストーリーも読み手の刺激心を強烈に刺激する過激な内容となっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てこれと思った方は
高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点をお願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。はい、賢者タイムなんですけど質問箱です。左手の敬礼は良くないと聞いたことがありますが、キリンさんの動画はもしかして左右反転されてますかっていうことなんですけど、ありがとうございます。これそうなんですねっていう感じで、その左手の敬礼良くないってことを全く知らなくて、そう言われてみるといつも左手でしてるなって感じだったんですけど、でちょっとググってみたところ、なんか敬礼はですね、なんか日本の軍とか自衛隊とかの場合は、必ず右手でするようになってるらしくて、で右手で、敬礼するのはなぜかっていうと、右手をこう何ですかね、何も右手何も持ってないよみたいな、右手武器持ってないよっていうことで敵はないですよっていう、なんかそういう意味らしくて、左手でやるとなんかダメだよみたいな感じらしいんですよね。ただなんかその他の国の軍隊とかでは別に左手でも OK だったりするとからしくて、その世界共通っていうわけではないけどみたいな、なんかそんな感じらしいですね。ねえ、っていうことで多分左手は良くないっていうことらしいんですけど、まあその別に敬礼してるわけでもないんで、敬礼とかなんかどっちかというとよっていう感じの、そのよなんで僕がやってるのは別に敬礼ではないので、まあ別にいいかなっていう感じです。気にしないでくださいということで、さよなら。